ボーカルプロセッシング TC ヘリコンはボーカルプロセッシングにおいて世界で最も信頼を得ている会社です。 PA900 にはボーカル用エフェクトや3部構成のボイスハーモナイザーなど TC ヘリコン社の洗練されたテクノロジーが盛り込まれています。ではこれらの機能を体験してみましょう。標準フォームプラグのケーブルを使用してダイナミックマイクをレフトオーディオインプットに接続してください。まず、マイクのインプットが適切にアサインされているか確認します。グローバルキーを押し、オーディオ&ビデオをタッチし、オーディオインタブを選択します。インプットルーティングが、レフトイントゥーボイスプロセッサーに設定されていることを確認してください。そして、エグジットを押します。次に、スタイルプレイモードに移動しましょう。アンプラグドカテゴリーから、アンプラグドヘブンを選択し、エグジットを押してください。マイクに向かって話したり歌いながら、マイクインプットの隣にあるインプットゲインを調整して、オーディオイン LED が緑色に点灯している状態にしてください。もし頻繁にオレンジや赤色に点灯する場合は、インプットゲインを下げてください。マイクボリュームを完全に下げてマイクキーを押すことで、マイクセクション全体をオンにします。その後、ゆっくりマイクボリュームを上げてください。では、マイクタブをタッチして、マイクパネルを表示しましょう。ここでは、ボーカルハーモニーやエフェクトなど、いくつかのプリセットを使用することができます。初期設定では、プリセット、コード3ボイセズが選ばれています。このノブでプリセットのリバーブやディレイの量を調節することができます。また、あなたの声にかける EQ もここで調整することができます。他にも、コンプレッションやゲートなど、ボイスプロセッシング用のエフェクトを使用することができます。詳細は PDF マニュアルをご覧ください。次にハーモニーを加えてみましょう。最初のプリセットではハーモニーは設定されていますが、オフの状態になっています。ハーモニーキーを押してオンにしましょう。低音域でコードを弾いてコードの情報を与え、歌いましょう。工場出荷状態では、アサイナブルノブがハーモニーの音量を調整するように設定されています。音楽的用途に合わせて、様々なプリセットが内蔵されています。このプリセットキーを押すと、プリセットのリストが開きます。例として、Q16 タブに移動し、コード1ボイスアップを選択してください。歌ってみると、入力したコード情報をもとに、あなたが歌ったノート上のハーモニーが加わります。Yeah, yeah, yeah. 次はコード1アップ、1ダウンを選択してみましょう。今度は歌ったノートに対して、上のハーモニーと下のハーモニーが加わります。Yeah, yeah, yeah. では、エグジットを押しましょう。ソングプレイモードでは、MIDI ファイルからのコード情報をもとに、ハーモニーを加えることができます。ここでは、MIDI ファイルの Nobody を使います。プリセットを押し、18タブを選択し、Notes 3 Voices を選びます。Exit を押してから、Play を押し、歌ってください。ライブを行っているとき、スタイルやソングを再生しながらオーディエンスに向かって話しかけることがありますよね。そのようなときにマイクタブに移動し、マイクトークボタンをタッチすると音楽の音量が下がり、自分の声が聞きやすくなります。再度マイクトークボタンをタッチしてください。この機能の設定はグローバルモードで行います。